アイスホッケーが盛んな日光市で、この文化を次の世代につなげようと、地元の高校の選手がプロチーム HC 栃木日光アイスバックスのチーム練習に参加する事業が今日から始まりました。この事業は日光市とアイスバックスが連携して行っているもので、業界指定を受けた日光明豪高校の選手がアジアリーグの開催期間中にプロの練習に参加するものです。業界指定選手に選ばれたのは3年でキャプテンの斉藤春樹選手、2年の斉藤俊太選手、同じく2年の八津亮太郎選手の3人で、来年3月31日までの期間チームの一員になります。日光明豪高校はアイスホッケーの強豪校として知られ、斉藤選手らは小学生の頃からバックスのスクールで技術を磨いてきました。今シーズンは大津康介選手など高校の OB が3人プレーしていて、先輩たちの指導を受けて熱心に練習に取り組んでいました。すごい上手です。敵が来ても取られないでキープできるような選手になりたいです。大学終わってプロになれるように頑張ります。みんな優しくて、で全国的にもめちゃめちゃレベルが高くて、参考になる選手しかいない、とてもいいチームだなと自分は思います。やっぱり最初緊張してたんですけど、やっぱそういう OB の古橋先輩が、まあ、なんか気軽にやっていいよみたいな大津選手も言ってくれて、それで少し緊張がほどけてできたのが良かったなと思います。日光明豪高校は現教育委員会の高校再編計画で、2027年度から今市高校、今市工業高校と段階的に統合される予定です。バックスは今年設立25周年、日光のアイスホッケーの伝統を未来につなげる取り組みを今後も続けていきます。自分が目指しているものだったり夢に向かって、こう今できる最善を尽くしてほしいですし、それをこう僕たちがつないで彼らにバトンタッチできるようにやっていくので、アイスバックスを目指してこれから頑張ってほしいですね。やっぱり習慣というか、プロの選手と一緒にやって、プロの選手がどういう取り組みをしているのかとか、考え方をしているのかとか、練習に向けてどういう準備をしているのか、そういったものを勉強してほしいな。一試合一試合しっかり戦っていきたいと思ってますので、皆さんと一緒にプレーオフ行きたいなと思ってますので、引き続きご声援よろしくお願いします。